はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は晴れ時々曇り、気温19度、水温23度。いよいよ2024年シーズンが開幕いたしました。久しぶりの今日のハイライトでございます。若干何をどうやっていいのかちょっと忘れております。そんな今日は黒島エリアでスリーダイブ楽しんできました。今日は気温が低くかなり肌寒く感じていたんですが、水中は春がやってきたようです。春の訪れを告げるアマミスズメダイの幼魚が出始めました。 GoPro だと分かりづらいので、マクロレンズをつけたカメラで撮るとこんな感じ。ブルーのラインがとっても可愛い魚ですね。アマミスズメダイの幼魚はこの時期でしか見えません。成魚になってしまうと白黒でめちゃくちゃ地味なので、今がチャンスです。他にも巨大な黒い塊が水底に落ちていました。これ何かというとマダラエイです。あまりに動かなかったので、ゲストの皆さんもこのマダラエイに気づかずに黒い岩だと思ってたみたいです。黒島といえばやっぱりウミガメです。今日もたくさんのウミガメに出会いました。今シーズンもたくさんのウミガメに出会えるといいですね。しかし今日は寒かったです。お休み中だった2月はめちゃくちゃ暑い日が多くて、毎日半袖でも余裕で過ごしてたんですが、昨日から急に真冬モードになってしまい、気温差で体がびっくりしちゃってます。それでも天気は良かったので、とっても気持ちのいいダイビングができましたね。ということで今日はここまで。また次回もお楽しみに。バイバーイ。チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。